候補がなぜ意見、その社会問題に対して賛成反対なのか、皆さん考えてみてください。立候補する候補は私たちと同じ都民なんですよ。都民で皆さん同じく選挙権を持っていますから、投票する対象になり、そして投票する権利も持っている。選挙権というものは表裏一体のものは皆さんと全く同じなんですよ。候補者というものはただ非選挙権を行使されているだけです。ではその人たちの何らかの社会問題に対する賛成や反対が党派によって左右されていいと思いますか？違いますよね。今まで東京都議会がしっかりしていたのであれば、十数年以上放置されている廃棄等問題というものはとっくの昔に解消しているはずなんです。絶対に全てを拾えないとしても、それでも3桁にとどまったでしょう。今待機児童というものは1万数千人ですよ。そして10年以上放置され続けたのであれば、小学校に入り大変だったなと、それで流されてしまった、その話題を済まされてしまった方々がたくさんいるという。そして親御さんが仕事に出なくても困難な家庭のその機能の一つが機能していなかったという現状を何年も放置し続けてきたのが我々であり、その都議会であるんですね。政治家になるためとか、または選挙に出たいとか、そのようなもののために出ているんではない。そもそも選挙というものは政治家になりたい人がなるためにある機関ではないんですよ。私たち一人一人の苦しみを任期4年ですね、4年間の任期、その議会や地方行政、そのつまり都知事ですね、それに反映させる。政治家自身、候補者自身が私たちの苦しみに根付いた行動を行い、そして候補者その個人が今までの人生や経験、その判断を議会に反映させる、その流れを作っていくためのものが選挙機関なんです。政党を応援だとか、政権争いのために誰かを批判するために地方議会の選挙を行うというものは異常なんです。どうかそのことを分かってください。党議拘束、会派拘束に縛られない、それを乗り越える候補を送りと、そして絶対に手を離さなきゃいけないんです。皆さん支持している候補者をその政党のハンダーなのに明け渡したりしないように、絶対に手を離さない、我々の苦しみに根付いた候補者を送り出してください。